紹介いただきまして、トミノです。今日はこの寒い中、おいでいただきまして本当にありがとうございます。今日この1分の1実寸大ガンダムの、立像のクロージングの会の予定であります。まあ、もうすでにも皆さん方ご存じの通り、この後の予定もございます。でそういう意味で今日ここでご挨拶させていただきますが、最後の挨拶ではありません。アニメ一アニメ作品からできたキャラクター、つまりこういうような姿のものが実際に実寸大の形で、こういう形でこういう場所に立たせていただいて、なおかつ皆さん方のような方がいらしていただくことによって、この7、8年というか5年というか3年というか時間関係なくですが、実を言うとやっぱりもう10年近い形の中で皆さん方が作ってくださったこの会場の雰囲気というものを持っている力というものが、このガンダムというものをこういう形にさせてくれたんじゃないのかというふうに思っています。1企業が1分の1の立像を作ったからというだけのことではないという、そういう意味を本当にしみじみと感じさせていただきました。でそういう意味では1アニメの作品のキャラクターでしかなかったものなんですが、やはり物を作るということはこういうようなものなんだ、つまり皆さん方のお力をいただいて何かまた次の新しいものが作れるのではないのかなということを思わせていただきました。無限に先ほどもご紹介にありましたように、次のガンダムも立ち上がります。そしてさらにまた次のガンダムも立ち上がるらしいです。でそういうような姿を見せてもらうことによって、次の若い世代がじゃあ僕たちは私たちはこういうものを作っていきたいとか、こういう未来があるのかもしれないっていうふうに思ってもらえるのじゃないのかなっていうふうに思っています。で逆にそういうものを提供することができた年寄りとしてはとても嬉しいと思うし、これ以後です、今ここにいらっしゃるお若い方たちにも次のもっと素晴らしいこういうようなものを作っていただけたらとても嬉しいと思います。本当に今日はそういう中でご参集いただきましてありがとうございます。で今後とも皆さん方の力がなければこういうものは作れません。のでこれ以後のご声援よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。以上で本日のセレモニーは終了でございます。本日は大変お寒い中ご来場いただきまして誠にありがとうございました。またライブ配信をご覧の皆様、長い時間にわたりご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は新たなプロジェクト実物大ユニコーンガンダム立像、そして新たなエンターテインメント施設ザ・ガンダムベース東京についてもご説明させていただきました。2017年も機動戦士ガンダムにどうぞご期待ください。本日はお忙しい中、実物大ガンダム立像クロージングセレモニーにご来場いただきまして誠にありがとうございました。これをもちまして本日のプログラムは全て終了になります。長い時間にわたりお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。
本日のセレモニーは全て終了とさせていただきます。どうぞ皆様お気をつけてお帰りくださいませ。それではここよりフォトセッションの時間に入らせていただきます。スタッフの皆様どうぞ誘導をお願いいたします。それではまずムービーの撮影から入らせていただきます。ではご登壇者の皆様まず正面に視線をお願いいたします。では続いて視線を右へとお願いいたします。ご登壇者の皆様視線を右へとお願いいたします。では続いて視線を左へとお願いいたします。では続いてスチールの撮影に入らさせていただきます。ではご登壇者の皆さんもう一度正面に視線をお願いいたします。ではご登壇者の皆様視線を今度は右の方へとお願いいたします。はい、では続いてまた視線を左へとお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは続いて2つ目のパターンの撮影へと入らせていただきます。スタッフの皆様どうぞ誘導をお願いいたします。よろしいでしょうか。皆さんまたちょっと焦点位置についていただきまして、またムービーの撮影から入らせていただきます。ではご登壇者の皆様視点を正面へお願いいたします。では続いて視線を右へとお願いいたします。それでは姿勢を右へとお願いいたします。では姿勢を左へとお願いいたします。はい、ありがとうございました。それでは続いて最後のパターンの撮影へと入らせていただきます。ではこちらでよろしいでしょうか。はい、富野監督よろしいでしょうか。はい、それではまずベルンで撮影に入らせていただきます。ではまず視線を正面へお願いいたします。
鉄線を右へとお願いいたします。では線を左へとお願いいたします。はい、では続いてスチールの撮影へとやっていただきます。もう一度正面へとお線をお願いいたします。それではまた少し右へと姿勢もお願いいたします。では今度は姿勢を左へとお願いいたします。はい、それではここで撮影終了とさせていただきます。皆様よろしいでしょうか。ありがとうございました。立ち止まらないでください。それでは以上をもちまして終了とさせていただきます。なお、メディアの方でこの後ガンダム立像の撮影をご希望の方は別の申請が必要になりますので、どうぞ受付までお越しください。ありがとうございました。